再びマルディアス、ニューロード、北バファル大陸の北端ノースポイントから遊園大陸の西の端ウエストエンドまで続く一本の道。この道を多くの人々が行き来する。商人、軍隊、冒険者、この旅芸人の一行もこの道を北から南、東から西へと旅して暮らしている。彼らは旅を続け、ようやくウエストエンドまでたどり着いた。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード版、2週目ですね。バーバラ編やっていきたいと思います。エルマンがいるな。で、今回ちょっとコンフィグの方から確認をしていきますと、速度をね、フィールド倍速設定じゃなくて、これどこで見れるんだ、ちょっと進行速度を遅くしてやっていきます。まあそれならね、戦闘も全然できるんで。で、そんなもん。まああとはちょっとやりながら、おいおい、おお、所持金6000円、ジュエル377ある。でサブキャラも結構これうまっ、馬車動きづら、いいよ別に。でここ来てないけど、ウエストエンドの地図は持ってるね。人がいっぱいいる。じゃあまずはサクッと詩人さんに会いに行きましょう。姉さん踊り子だろ、一つ踊ってみせてくれないか。素晴らしい。私の感動をあなたに伝えたいのですが、今持ち合わせがなくて。ああそうだ、代わりにこのアメジストの首飾りを。どうぞ。いいのかい、こんなものをもらっちゃって。いやいいんですよ、こちらもその方が都合が。いや何でもありません、ぜひ受け取ってください。じゃあありがたくいただいておくよ。でアメジストゲット、ディスティニーストーン。では私はこれで。ずいぶんと忙しい人だね。こいつはいわくつきのものかもね。幻のアメジスト、アメジストの首飾りを手に入れた。踊ってみせた報酬としてはいいものすぎる。私の魔術が必要なら手を貸してやらんでもないぞ。まあ、連れてくか。魔術師。てか、アイテムの持ち越しやばいでしょ。スキアボーナー、引きなり紐を持ってるし、まあ、レフトハンドソード持ってたからね、さすがに長剣に関しては一番強いのがスキアボーナーだけど、アーマー系がやばい。もう、ガーラルシールド。
妖精王の冠、フィールドアーマー、シルバースネーク、レッグメール、アメジスト、プロテクトリンク、もう完璧じゃないか。これちょっと、まあ、3周目くらいはなしにするか。まあ主人公8人いるからね、いろんな条件の下でちょっとやっていきたいと思います。2周目はちょっとアイテムありで結構無双状態にはなっちゃうと思うんですけれども、まあこんな感じです。でモンスターの洞窟、開拓村の誘拐事件、ヤシ村の子供がいなくなった、北の村にモンスターの住む洞窟がある。なんと言っても、でヤシの洞窟、最近この付近で子供がいなくなる事件があるらしい。さっとちょっと戦闘だけする。やばいだろこいつ。ちょっと普通の立ち切りでいくつ当たるの。エヒルマンとか何ですかね、ウィンドカッターエナジーボルト、どっちも嫌。あ、これで倒したかな、さすがにそれはないか。立ち切り112。あ、そこまでものすごい強いってわけじゃないのか、パラメーターがあれだから。なんだろう、めっちゃ戯れてんだけど、まあ、3倍速だからね、速い。俺仕方されてんな。この子供は美女を使い捧げるのだ、近づくな。まあ、こいつだったらもう長座フォレストも強心剣使おう。あれ、なんかお供がいる。強心剣545、異常火力者なんだけど。終わりだイノシシ。あれ去ってった。え、後ろ宝箱なかった？誘拐事件更新。あれ誰かに話せばいいのかな？北の方。こいつか、あ、こいつだ。ありがとう。どうもありがとうございました。200円ポッチ。161円。でこれで解決か。ミニオン様とかに捧げるつもりだったようだ。はい、南エスタミル来ました。もうちょっとウエストエンドの方はイベントが発生しないんで、ちょっとパブへ行って、おう物乞い、ちょくそ、もうちょっとだけやるか。で詩人が外れたけどいいや、一杯あんた、よしやばい仕事やろう。それじゃあ、クジャラートのリーであるファンジ様が若い娘を集めて遊びほうけているというのだ。その娘たちのいる場所を探し出してほしい。依頼人は奥方様、褒美はたんまりだ。頼むぞ。ウハンジの秘密。では北エスタミルのアムト神殿のどこだ。こっちか。新顔か、通っていいぞ。簡単に通してくれんな。秘密の部屋。働かなくても美味しいものが食べられるいいところよ。でももう嫌、毎日ひもじいのも嫌だけど、やっぱり自由でいたいの。あ、アイシャがいる。あんたも捕まったのかい。私、タラール族のアイシャ、よろしくね。タラール族なんだ。こっちこそよろしくね。なんとか一緒に逃げ出そう。ありがとう。逃げ出そうって自分から入ってったじゃん。
手に仲間になったな。え、ちょっと待って、アイシャどうなってる。あ、別にそんな、そうか、強くはないのか。装備させてやろう。テオノか、片テオノか。じゃあフランシスカだな。でアーマーは、まあ、一応フィールドアーマーだけ装備させとくか。ちょっとあとめんどくさいからいいや。ファラ、あたいファラ。借金の方に無理やり奴隷商人に連れてこられたんだ。あんたは？私はバーバラ。きっとジャミルが助けに来てくれるよ。あいつならきっとね。ジャミルってあなたの恋人？え、そんなんじゃないけどさ。また連れてこられたみたいね。ファラ、ジャミル。何その格好。, 笑うなよ。女に化けてまで助けに来てやったんだぞ。きっと来てくれると思ってたよ。ありがとう。とにかくずらかろうぜ。さあ、あんたも一緒に。なんだ貴様は。伏せ物を捕らえよ。魔術師がいるな。俺もこいつ連れてるぞ。同族がいる。お前怪しいやつなんじゃないか。じゃあ魔術師、こいつだよこいつ。終わったら外そう。私も頑張るわ。悪事に加担されそうだ。オイラに任せとけって。レイピア持ってんのいいよね、ジャミルは。まあ今となっては大した強さじゃないけど、フェイント。切り返していくか。ジャミル連れ回すか今回は。まあ、他のサブキャラが入ったらちょっと抜かすかもしれないけど、最初は連れていこう。あんたがこの子たちを誘拐した張本人だね。許さないよ。わしが悪かった。許してくれ。まあ許してはあげましょう。で、ファンジを許しちゃって依頼人へ報告しよう。さてと、俺はどうしようかな。よし、ぜひ一緒に行こう。しょうがねえな、そんな風に頼まれると俺も断れねえよな。一緒に行くぜ。ジャミ、世話になったね。ありがとうよ。コアラの家、助けてくれてありがとう。お、163ジュエルをゲット。え、で、あと依頼人のところ、ちょっとパブに戻るか。そうか、アムト神殿の中だったのか。よくやったぞ。これを取っておけ。2500円ゲット。これは金だけか。早速奥方様に報告だ。あ、これも関係ねえかな。おお、消えた。依頼人に報告して報酬を受け取ったと。ちょっとゲルハを仲間にしてイベントを進めよう。私はバーバラ、よろしくね。一緒に冒険に行かないかい。月光族には人間を嫌う者が多いのですが、私は人間の友達がたくさん欲しいのです。ぜひ一緒に行かせてください。ゲラハで、ゲラハのステータス自体は槍か。ハープーンだったらスコーピオンをあげよう君に。リアナがいる。リアナ今回仲間にしていこう。別れの弟を探しているのです。一緒に探そう。私はバーバラ。ちなみにもうよろしく、ね、ジャミルと別れました。よろしくお願いします。証券役はディアナでやろう。人間に話すことは何もない。オサ、そう言わずに話してください。なぜ人間を避けるのですか。
人間は匂いが違うのだ。地べたを這い回っていた我らを立ち上がらせたのはサルーインだ。エロールの子である人間とは違うのだ。お前は人間の匂いがするぞ。月子としての誇りはどうした？しかし、サルーインはとうの昔に封じられてしまいました。人間と生きていくのが我らの道でしょう。人間はそう思ってはおらん。その証拠に我らの仲間をさらっていく。やはり人間は信じられん。というわけで、じゃあ月子族を解放しに行きますか。武器屋の裏からトカゲの鳴き声がするんだ。ね、トカゲって鳴くのか？月子族、武器屋の裏からトカゲの鳴き声がする。同族の者を連れて族長から話を聞こう。あ、これが先な。先にこっちを聞いてから族長のところに行くんだ。まあ、大丈夫だと思うけど。月光族。いらっしゃいませ。何にいたしましょう。月。そのような武器は置いておりませんが。つまんない冗談はやめて。店の裏に隠してる月光族を出してほしいの。そんなものは隠してねえよ。仮にいたとしてもてめえの指図に従ういわれはねえ。それじゃあ店の奥を確かめさせてもらうわよ。いい加減にしろ。おい、こいつらを叩き出せ。モンスターを連れてんな。まあ、切り返しのドラ鳴らしがいけんな。ドラを鳴らしておこう。もうモーグで装備させてるからね。まあ、切り返していいでしょう。で、スコピア先行好き、ゲラハ。で、剣の女王を装備してんだよね、18。だけど、レイピアの方が強いからこっちにしよう。52。まあ、余裕だな。リフレクトも発動するし、強っ。シフ強っ。こいつも強い。ゲラハも結構強いぞ。上がるな。85円。これピンクがメスなのかな。月光族めっちゃ出てきてるんだけど、こんだけどんだけ隠してたんだよ。で、月光族解放しましたと。おお、月光族がいっぱいいる。おさ、人間にも少しは信じられるものがいるな。お、1000円ゲットした。166円。で、終わり。信頼と褒美をゲット。なるほど。てか古文書売ってくれるやついたよね。ジャングルの中に古い神殿がある。その秘密を記した古文書を持っておったが、フォークとキャユー海賊に売ってしまったわ。なるほど、古文書。海賊に売ってしまったらしい。というわけでフォークを仲間にしましょう。で、ゲラハを外しました。で、ゲラハはね、ちょっと使いたいイベントがあるんで、今回の週では入れないです。実はということなの。一緒に連れていきましょう。この古文書手に入れたはいいが、内容がチンプンカンプンだったんだ。これが読めればまたまたお宝にありつけるな。古文書ゲット。おお、全然何書いてるかわからん。オーケー、一緒に行くぜ。フォーク、娘さんのことなんだけど。お前がさらったのか。誘拐事件もやっておきましょう。メルビル、そうじゃないわ。神を恐れぬ。さあ、こいつらもサクッと倒していきましょう。アイシャは外れてグレイが入ってます。地図が欲しかったから、それだけで。さすがにすげえ覚えてんな。やつ先で行こう。フェイ、あ、これスタンスするんじゃない。大丈夫か。大木弾388。やつ先倒した。
後ろの取り巻き、あ、結構そこそこだな。まあ、装備が揃ってるから全然楽勝だけどね。立ち切りで171当たるからね。シフがマジで強い。腕力が高いからだな、きっと。43円。だこあ、サルーインの地、これで皆。とりあえず金もらっとこう。では。どうもありがとうございます。で、金ゲットしてジュエルもゲット。で、ゴールドマイン襲撃事件、まあ、サクサクサクとぶっ倒そう。やつざき、見逃さない、お前らには消えてもらおう。ショップ付け、おっつえ、やべやべやべ。しかし攻撃に転じれば、こっちのもんだ。うわ、ショップ付け返し。下がって2500円ゲットして、ジュエルもゲット。ゆっくりお話など伺いたいところ。で、騎士団イベントも進めていきましょう。これからリザブールへ行って騎士団の会議に出なければならない。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。で、グレイとホークを外したんで、この二人連れていきましょう。一部、こいつがモンスターたちのリーダーね。行くぜ。全体技がないからな、とかもうガンガン行こう。強心剣どれがいいんだ。スイングダウン、衝突剣、強撃、切り返し、強心剣覚えた。ゲーマジか。テオドール、お前さすがだな。スイングダウン一発ミスったけど、まあまあまあ、切り返しが入って、強心剣723だったらもう使えなくなる。スイングダウンコスパはいいな、やっぱり。ああ、サンしちゃった。連携戦、オーバーパワーだな。お宝の地図ゲットした。ん、君たちの距離いいべ、これだよ。で、2000金10円ちょっと今回術要員でミリアムでも連れていきますか。してみます。私はバーバラ、よろしくね。ありがとう、ちょっと退屈してたのよ。西の洞窟のモンスターがこの村の周りをうろつくようになった。なんとか村を守り抜かねば。じゃあ次はサオキの洞窟で、こちらがボスか。ここはミニオンが統括してるんかと言っても、まあ、いつも通り全力で行くだけだ。で、ミディアム一応サイコブラスト覚えさせたんだけど、ロザリア術奉仕にして BP が足らん。リンク、クソ仲間一人少ない、まあいいかなっていう。いいねいいね、強心剣強、払い抜け、ミスってる。マイタの寿命が一旦伸びただけだ。やっぱ BP が溜まってないとちょっと強技が使えないからね。それなりに食らうな。
生命策。オッケー。で、1000円、186ジュール、これで終わりか。サオキの魔物、モンスター撃退と。来るな、バルナ。というわけで、ジャン救出作戦をやりましょう。そんなことに巻き込んでしまってどうもすみません。私を餌にして老番校の身辺を探る組織を一気に壊滅させる狙いなんです。まんま。いや、出口はきっと見つかりますよ。じゃん、パーティーメンバーに入れていこう。敵が3体。え、やばくね。これはガチガチでいこう。スイングダウンだな。衝突剣も使ってミディアムまだ3か、少なすぎだな。じゃあ何も飛びさせちゃうんだよな、素のまんま。37で済むか。硬いは硬いな、さすがにこっちも。じゃあはやばくない ?57 か。毒が結構厄介だ。スイングインって。あ、まあまあまあ、でも、普通の敵として出てくるやつよりは弱いのかな。ポイント少なくとも1000以上あるからね。敵に先手を取られるな。みんなついてきなよ。いけるか、生命の衝突剣。力を合わせて結果よ。強心剣、これがマジで強い。 OK。やっと出られましたね。ジャンを助け出してくれたのね、ありがとう。で、5000円、10円。せっかくだから今回モニカ仲間にしていきますか。新しいプレイアブルキャラだからね、仲間に誘う。鳥を作りっぱなしてはいい気持ちはしないよね。いいわ。モニカって何キャラなんだ。帝国親衛隊の騎士。あ、弓装備してんな。モニカ弓使いにしよう。シェリルがいる。シェリルさん、あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。タラール族の小さな女の子のこと。その子は馬に乗りたくて乗りたくて、やっと父親の許しが出て初めて馬に乗った日、馬に振り落とされて死んでしまったの。そうか、それは悲しい。で、ちょっとシフト外れて、仲間から外したい人がいる。さよなら。仲間から、まあ、せっかくバーバラでやってるんだからエルマン連れましていきますか。皆さん、お久しぶりです。一人にせんでくださいよ。そうだな。あまりお役には立てませんが、よろしくお願いします。ま、役には立たなそうだけど、入れてこう、エルマン。お前を連れていくことにした。これで一応全員サブキャラになったんで、ちょっと一旦はこれで今回固定して進めていきたいと思います。ということで、始まりました2週目バーバラ編ですね。まあ物語はサクサク進めていこうと思いますので、こんな感じでやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。